メッタメディテーションを行います。メッタメディテーションは高い次元の愛の瞑想、慈悲の瞑想です。安全な場所で楽な姿勢で座ってください。呼吸に意識を向けることから始めましょう。やや深めの腹式呼吸を行ってください。ゆったりと息を鼻から吸って、吐くときは鼻から吐いても口から吐いてもどちらでも OK です。無理のない楽な呼吸をしてください。いつもより少し深いゆったりとした呼吸です。息を吸いながら空気が鼻を通って体に入っていくのを感じ、息を吐きながら体から空気が出ていくのを感じてください。心がだいぶ落ち着いてきたら、呼吸を意識しながら息を吐くのに合わせてゆっくりと目を閉じてください。しばらくこのゆったりとした心地よい呼吸に意識を集中してください。ゆったりとした心地よい深い呼吸のリズムを保ちながら、あなたの大切な人のことを心に思い浮かべてください。あなたの愛する人、あなたが心から尽くしたいと感じる人、あなたにとって特別な人のことを思い浮かべてください。その人のことを思い浮かべるだけで心がポカポカと温かくなってきます。とっても優しく穏やかで、相手の幸せをいつも願っている、いつも見守っている、無条件の見返りを求めない純粋で温かな愛の思いです。その人と一緒にいるとき、その人と話をしているとき、あなたはどのように感じますか？あなたの心がその人への愛で満たされているとき、あなたの心はどのように感じているでしょうか？あなたのその温かい愛をその人に送りましょう。相手が世界のどこにいても関係ありません。心と心はつながっているので、必ずあなたの愛は相手に届きます。あなたの胸のあたりから溢れるように流れ出した温かい愛のエネルギーがあなたの大切な人の胸に届き、その人の心を温めます。あなたがその大切な人に愛の思いを送れば送るほど、あなたの心はさらに愛の思いで満たされます。あなたの心が愛でいっぱいになり、自然にあふれ出しています。
優しさや温かさ、その人の幸せを思う気持ち、見返りを求めない純粋な愛、あなたの胸のあたりから自然と溢れ出すぬくもり、優しさ、その純粋な愛を感じてください。その人に愛の思いを送り続けながら、もう一人別な人にも同じようにあなたの愛の思いを送ってみましょう。その人はこの世に生きている人でしょうか？それとももうこの世を去った人でしょうか？たとえ今この世にいない人でも、あなたの愛の思いを受け取り感じることができます。あなたの心からの愛の思い、その温かい思いを送りましょう。相手の人がどこにいようと距離など関係ありません。あなたの愛は必ず相手に伝わります。あなたの心も体も愛で満たされ、胸のあたりから愛が大きな川の流れのように尽きることなく流れ出しています。その尽きることのない愛を世界全体に向けて送ってみましょう。世界のどこかであなたの愛のエネルギーが誰かの心に触れ、その人の心を温め、生きる勇気を与えます。世界のどこかで暮らすあなたの知らない人にあなたの愛が届き、その人の心が安らぐ。あなたの優しさ、温かさが誰かの心に触れ、その人の心を温めます。あなたの心からあふれ出す愛の思いを地球上で生きるすべてのものに向けて送り続けていると、あなた自身が永遠に流れ続ける愛の川と一体となったような不思議な感覚がしてきます。心をリラックスさせて自由に、愛が赴くままに流れに任せましょう。あなたの愛はあなたの家族、職場、地域、世界へと流れていきます。そしてその愛は世界を一周して、
あなたのところに戻ってきます。あなたが大切な人たちや見知らぬ人たちに向けていた愛の思いが、今度はあなた自身に返ってきます。あなたの心の優しさ、温かさ、幸せを祈る気持ち、見返りを求めない無条件の愛、愛おしいと思う気持ち、呼吸をするたびにそのぬくもり、優しさが心の隅々まで、体の隅々まで、細胞の一つ一つすべてを満たしていきます。その愛のぬくもり、優しさを感じてください。あなたの心から発せられた愛の思い、あなたを通して流れ出た愛のエネルギーは、毎日誰かの心を温め、癒し、励まし、生きる勇気を与えています。たとえあなた自身が気づいていようといまいと、たとえ相手が気づいていようといまいと、愛のエネルギーはその仕事をし続けてくれています。あなたもまた、どこかの誰かからの愛によって癒され、心の安らぎを得て生きています。どこかから、誰かから送られてくる愛によって、癒され、励まされ、生きています。愛によってつながり、愛によって生かされ、生きている喜び。その幸せを感じましょう。それでは、今いる場所に意識を戻す時間になりました。ゆっくりと体に意識を戻して、静かに目を開けてください。目の前に何が見えますか？目を開けて最初に見えたものに意識を集中してください。では、体全体で深呼吸をしてください。今ここにいる自分に意識が完全に戻ったら、ゆっくりと日常の生活にお戻りください。